はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチーです。そしてはい、どうも、クイズの研修長の伊沢です。よろしくお願いします。ということで、伊沢さんと2回目の動画でございます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回何をしていただくかっていうと、以前ですね、この動画で先生に言ってもらったら、ちょっとテンション上がるとか、嬉しい、なんか言葉とか募集した動画あったと思うんですよ。で、あそこに書いてもらったやつを10個今回自分が抜粋したので、それを伊沢さんに言ってもらいます。俺じゃない、伊沢さんに言ってもらいます。基本はね、基本は僕ですけど。そう。まあ、でも、編集で何ともなるから、俺も言ってるから。はい、後から。後から。背景変わっとるやん。そうそうそう。ぜひ、まあ、8月1日なんでね、ちょっと中だるみしちゃったとかね、7月勉強頑張れなかったっていう方はイケボイザーを見てやる気になってもらえたらと、はい、ぜひ何かに使っていただければと思います。そしてハイチさんのね、こういうところ見られる機会も少ないですからね、ぜひファンの方はそちらもお楽しみに。僕もね、いいカード引きたいなと思ってます。最初はグー、ジェックボイ、あやべえ、はい、先行どうします。じゃあ先行でいきましょう。じゃあ1枚目の下、はい、実質2枚目、はい、お願いします。オープン、ジョーカー、いきなりジョーカーダメだって。これ空気読める感じですね。伊沢さん空気読めますもんね。はいおいこれ1枚目ですから、はい、伊沢さん選べますけど、はいはい、そうですよね、最初だからね、ちょっと抑えめのやつでいきたいですよね。じゃあ10番でお願いします。結構ダメだと思うんですよ、10番。いや、ちょっとハイチさんぜひよろしくお願いします。10番ちょっと抑えめなんで、皆さんも軽い気持ちで見ていただければと思うんですけどね。ちょっと心の準備必要だ、ちょっと待ってね。そうかもう今俺のここなら伊沢この野郎です何が恥ずかしいかっていうと、向かいにね、スタッフの方がいらっしゃるっていう。そう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 、テラピーがすごい香りはい、お願いします。お願いします。大好きに決まってんだろ。ありがとうございます、頂戴しました。いやー、よかったよかったあったー。いやー、いい動画になりましたね。終わってない終わってない。いきまーす。引きです。いきますよ。はい、あ、やべ、何ですか。5、あ、なんかちょっと、なんか普通に、普通のやつです。やったー、おかしくねー。いや、ずーっといきますよ、僕、はい、みんな応援する気持ちでね。はい、さすがに頑張らないとやばいよ。決まった。なんかずるいね。決まった。なんかずるいよね。いやー、疲れた。今の大変だったな、マジで。あー、言いづらかったな。恥ずかしかったっすわ。今日初対面なんですけどね。はい、あの、本当初対面でスタッフの方いるんで申し訳ないですけど、超ムカつく。超ムカつく。いやー、僕もね、辛かったですけど、おかしくない違うんだよ。いや、違うじゃん。コラボって、わかんない。コラボって、コラボ相手が。じゃあ、はい、じゃあ2問目お願いします。下から5枚目を取ります。せーの、ドン。え、まだあんの？まだジョーカー、ジョーカー2枚と、あ、そうか、そうです。やったー、めっちゃ引きいや、すげえ。空気読めてないぞ、伊沢は。いいねー、めっちゃ出るぞ、伊沢は。皆さんがね、歯医者に言ってほしいことをね、ガッツリ選びますからね。いやいや、求めてないって、今日は伊沢よし。いや、でもこれは歯医者にぴったりなね、7番をお願いします。7番、あー、しかも長いなー自分の生徒に、そうです、だと思えばビシッと決めていただきましょうハードルを上げるなハードルを上げちゃいけない。そうですね、まあこれはさっきと比べれば全然楽にいける。はい、よし、じゃあお願いします。俺の生徒なんだから大丈夫に決まってんだろ、ごちゃごちゃ考えずに頑張れ。ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱでも、ハイちゃんさすがですね、 YouTuber ですね、はい、スイッチが入るともう完璧です。いきます。6、あ、いいですね。だからさ、お応援してるよ。ホームな感じはしてないんですけど、はいはい、ホームだからこそ何があってもみんな動揺しない。つえ、カイさんはアウェーですから、みんな貴重なプレーを見たかった。俺完全に俺の周知プレイ。そうですね。少ないですか。ま
さんのチャンネルで出るわけですから、そういう意味ではホームですからね、ハイさん。みんなハイさんを見たがってるでしょうから。これコメント欄本当にちょっとあの気遣ってくれるかな。じゃあ5枚目、さっき5枚目よかったから上から5枚目引きますね。はい、せーの、ドン、4。あ、4欲しかったんですよね。さっき4か7で迷ってて4欲しかったんでいい引きしました。強くね、伊沢さん。これあれですよ、若干もうチートチートみたいな。チートなんか引きチートですね、これ。しかもこの4とか10とか、俺が伊沢さんに言ってほしいなと思って選んでたんですよ。そうですよね。で、そんな気がしました。で、伊沢さんが喋ったやつですよね、はい、あ、俺がこれでやり過ごせばいいやって思ってたら全部逆でくるすごい、やっぱこれ言ってもらえれば気入りますよ。そうですね。そう、すべては勉強する学生さんのためです。そうですね。よろしくお願いします。ユーザーのみんなのためと思えば何目じゃないよ。みんなのためですよ。じゃあ行きましょう。4。よし、じゃあ行きますよ。だからお前はバカなんだよ。まあお前ならできるって信じてるけどな。ちょっと今笑っちゃう。ちょっともう一回笑いますよ。もう一回ちょっと今ちょっと中途半端だったな。今のじゃダメです。今のじゃやっぱ気合入らないですよ。もう一回です、今のは。だからお前はバカなんだよ。まあお前ならできるって信じてるけどな。ありがとうございました。いやー、いい動画ですね。もうやだ、伊沢さん。いやー、本当にね、これ言ってもらえるとちょっとね、あの中だるみしてるときは気合が入るんじゃないでしょうか。これ今何が辛いって、伊沢さんウキウキしてる。そう、やっぱね、僕こう交互に何かをやり合う動画で谷が苦しんでるの。ハイさんのチャンネルでハイさんが苦しんでるとこを見るのなかなかないですからね。そうですね、超貴重な。そうですね、そう、みんなやっぱこういう一面を見ることによって、あ、より信頼できるってね、男気を感じるはずですからね。ね、どんどん元気がなくなってる。だってすごい楽なの弾いてますよね、俺。だって5と、おい。そう、僕、スッと言えるやつ。ちょっと優しいお兄さん的なのを言えるやつ。そうですよ。キャラクター的に完璧ですね。いや、ハイさん、本当僕にいいのを言ってもらってるなという感じです。なんで俺、大好きって言ったり、バカって言ったり。いきましょう。いきます。よっ。いくつ ?8 かな ?8。8ですね。あー、でも、あ、うん。まあ、でも、ごめん。王道ではありますね。ちゃんと胸に刻んでね、そうですね、聞いていただければと思います、はい、受験生の方にはパワーになりますからね。いきますよ、はい、死ぬ気でやってみろ、死なねえから。はい、死ぬ気でやってみろ、死なねえから。はい、オッケーでーす。よっしゃーい。え、なんでこんなさらっといけるの。オッケーでーす。オッケーでーす。ノリだノリノリかよ。いやー、でもハイさんが僕にこう気を使っていいのを弾いてくださるんで、そのおかげです。なんだろう、すげえ、なんだろう、すげえ悔しいんだけど、どっちもって言っていいですか。いいですよ。10、11、12、13引けば、はい、10選ぶから。はい、行きましょう。いきます。よっ。だからですか。あ、でも、まあ、7ですね。7か。同じカードだからやめます。じゃあ同じカードだからやめますか。そうっす。はい、男気、男気。俺これ引け、これね、動画的に持ってる人は引けるんだけど、でも持ってないんだよね、いろいろ。持ってないですね。持ってないんだわ。それは知ってたんだけどさ、はい、伊沢さんが持ちすぎてるっていう。まあでももう7分の4でね、ハイさんの引きたいカードですから。そうそうそう。違う、ハイじゃない、みんなが引きたい。そう、みんなの思いを背負ってるんだけどね。よし、行きましたら行きましょう。無敵の守り。よっ。よっ。あー引けねえ、引けねえ、引けねえ。ハイさん引けねえ。もうあれ、この動画の低評価は全部俺の引きたい。一番でした。ありがとうございます。引けないもんすね。はい。みんな思ってますよ。1引いたけど、あ、伊沢が10言うんだろうなっていう。お、いいですね。その期待、裏切ってください。みんなのね、ためになる言葉をね、皆さんのことを思って言うから、ちゃんと聞いてくださいね。お前ならできる。一緒に頑張ろうな。はい、ありがとうございます。ナイス。もう拍手しないよ。もう拍手しないよ。やばい、俺テンションがこうなってるわ。俺、すっげえ下がってる。ハイツさん、ほんと、なんか、かっこいいの全部持ってきましたね。いや、さすが持ってかれちゃったな、かっこいいの。なあ、超ムカつく。今日もいい天気ですね。ちょっと、あの、閉めてもらっていいですか。はい、ということでね、
今日は皆さんを応援できる皆さんにピリッと気合の入るような一言をですね、ハイジさんがイケボでたくさん言っていただける企画でした。僕もね、合間でね、休憩時間を担当させていただきましたけどね、非常に楽しい思いができたかなと思います。こういう企画は本当に大好きですね。皆さんもぜひぜひこういう動画をね、求めてね、こういう動画でもそんなにないんでねこう、そんなにないからこそこの貴重なハイジさんが見られたんですからね、ぜひハイジさんのチャンネル登録をして、そして我々クイズノックの方でもハイジさんがバラエティに取り組んでますから、そちらもチャンネル登録をして、そちらも楽しんでいただければと思いますね。気合が入ったとか、伊沢いろいろちゃうやろとか、楽しかったですとかコメントね、バシバシ書いていただければと思います。そうですね、はい、やっと喋りましたけど今ひとまずちょっと高評価押しといて何も考えずに一つ押しとこう。ハイジさんの頑張りとゲッソリ感でいいねいただければと思います。多分このいいねに関しては、はい、俺が8月仕事頑張れるかどうかに関わってくるのでちょっとハイジさんのためにもなりますからね。そうですね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。でも本当締めてもらったんでいいんですけど、はい、伊沢さんの方のね、はい、ニューヨークさんのチャンネルでもコラボしてますので、はい、ぜひそちらも、お願いします。概要欄の方にリンク貼っておきますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、それでは僕も元気になりましたし元気になった。ハイジさんもね、いろいろな体験をしたというと笑いが止まらないよじゃあご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、お疲れ様でした。短い言葉で皆さんの胸に刺さるようなことをね、言って幸せです。こういう企画、大好きに決まってんだろ。